サテライト東京秋葉原店の私の遊戯王セレテンデッキ。今回はシャドールのデッキを紹介します。リバース効果、墓地に送られた場合の効果と融合モンスターを使って戦っていく人気テーマ、シャドールにも新カードが登場しました。シャドールは融合召喚を得意とするデッキということで、シャドールモンスタープラスもう1体の素材モンスタープラス融合カードの3枚が揃うことで動き出せます。まずはこの3枚を揃えることを目指しましょう。マスマティシャンは効果でシャドールヘッジホックやシャドールファルコン、リーシャドールウェンディを墓地に送ることでシャドールモンスタープラスもう1体の素材のモンスター2枚分を実質1枚で補うことができ、自身を素材にマギストスメイデンアルテミスをリンク召喚すれば光属性モンスターになることもできます。マギストスベールサンドリオンは自身の効果でマギストスインボケーションを手札に加えることができ、光属性モンスターと融合カードの2枚分を1枚で補うことができます。このような流れでカードを揃えつつ、最初はもう1体の素材に光属性を指定しているエルシャドールネフィルも融合召喚しましょう。効果でデッキからトラップカードのシャドールークを墓地へ送り、自身を素材にグラビティコントローラーをリンク召喚。墓地へ送られたエルシャドールネフィリムの効果で先ほど墓地へ送ったシャドールークを手札に加えれば、相手ターンにエルシャドールミドラーシュを融合召喚するという強力な動きの準備が整います。また手札によっては相手ターンに手札からシャドールカードを墓地へ送ることができるエルシャドールシェキナーガやエルシャドールエグリスタを融合召喚することもおすすめです。もう1体の素材にそれぞれ地属性、炎属性が指定されているこの2体の融合モンスターは、今回新登場したシャドールのおかげでかなり出しやすくなったのではないでしょうか。シャドールモンスターのカードの効果で墓地へ送られた場合の効果は相手ターンでも発動できるので、相手の意表をついていきましょう。新登場したネフシャドールゲニウスは特に相手ターンで効果が使えると強力なので、積極的に狙っていきたいですね。さらなる力を獲得した歴戦の人気テーマシャドール、皆さんもぜひセレクション10でデッキを作ってみてください。